1869年10月2日、インドで誕生。この頃は、まだインドはイギリスの植民地でした。エリートな家庭で育った。幼少時は不良であった。13歳で結婚。イギリスで法律を学ぶ。1893年、弁護士となった彼は南アフリカへ行きます。そこで見たのは人種差別でした。1915年、インドに帰る。アフリカの時の体験でインド独立運動に関わる。1919年、イギリスはローラット法を定め、独立運動派を制圧しようとした。1922年、彼は非暴力と不服従運動の指導者になる。首都やイギリスのものを購入しないなど、暴力とは無関係の戦いをした。禁錮刑にされる。その運動はインド全土に広まる。その運動の弱体化を図るため、イギリスは塩を専売制にし、税を取ろうとしていた。そこで、1930年、彼は弟子たちを引き連れ、ボンベイ州ダンディ海岸に向けて、400km の専売制反対のデモ行進を敢行。1942年、インド託され運動を英国に対し展開。1947年、インド独立法を可決。ついにイギリスから独立を勝ち取った。しかし、インドは根強い宗教問題がありました。彼はヒンドゥー教とイスラム教を統一したかったが、実現しませんでした。1948年、ヒンドゥー教徒により、ニューデリーで暗殺される。彼は誰？